アメリカはここ、まあ、200年ぐらいですね、もう人種差別だけでいわば成り立っている国だったんです。これ仕方ないんですね。イギリスから逃げてきた白人がですね、有色人種の中に突撃したわけですから、アメリカ合衆国というのは、これ今はアメリカ合衆国ですが、かつてインディアンの国でしたからね、これ有色人種。それからあの太平洋の方に出ましたから、まあ、そこにはフィリピン人がいて、日本人がいて、まあ、全部有色人種ですね、ハワイ人がいて。だからアメリカというのは常に有色人種と戦って国を作ってきたものですから、まあ、人種差別をせざるを得なかったわけですね。今いいとか悪いとかちょっと横に置いて、その歴史的事実だけちょっと見てみたいと思うんですが、まずインディアンはこれはですね、非常に誇り高い民族で、人に使われて働かないっていう鉄則があるんですね。自分が主人として働くのはいいけど、人に使われないっていう、もう固い信念があって、全然働かないんですよ。だからこれはもう雇用人として役に立たないから殺すと。まあ、だいたいアメリカ人が殺したインディアンは600万人と言われてますけども、これはもうこの数から言ってもですね、もうナチスなんかとは比較にならない、ような、そういった人数ですね。しかしまあここでちょっと、よき道にそれますが、それでもアメリカ人が非難されてないっていうのが、ね、なぜか。これですね、よく考えなきゃいけませんね。インディアンをアメリカ人が虐殺したのはごく最近ですからね。ところがアフリカから奴隷として黒人を持ってきたらですね、今度あれはおとなしく働くんですよ。それでまあどん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 黒人を、まあ、輸入してきてって、人間ですけど輸入してきて、そして、まあ使用人として使ったわけです。これはキリスト教の影響もあるわけですね、まあ、いわゆる、人間は原罪を持っているから労働はいけないんだと、まあ、いうようなことの、まあ、これはまた後で触れますけども、ということで、労働をさせるわけですね。その中国人が入ってくるんですよ。中国人というのはなかなか面白くてですね、どんな苦難でも耐えるんですよ。奴隷的扱いも大丈夫なんです。日本人はですね、奴隷的扱いを受けているうちに腹が立ってきて、攻撃、相手を攻撃したり自殺したりしちゃうんですけど、中国人はですね、全然大丈夫なんですよ。で、この中国人を最初はですね、おとなしくしてましたから、これをアメリカ人が使ってたんですけど、そのうち中国人は結構お金稼ぐのうまいんですよね。そこでアメリカ人は中国のあるところ、チャイナタウンをですね、全部柵でくくりまして、その中の中国人を全部殺すと、まあ、いうようなこともやるんですね。つまりその、アメリカ人にとっては有色人種はですね、自分を上回ったら殺すという、それから働かなければ殺すという、まあ、そういうまあ信念があるわけですね。で、日本人はハワイに行ったりカリフォルニアに行ったりしたわけで、最初のうち歓迎してたんですよ。つまり我々よく働きますしね、日本人は真面目だし。ところがそのうちですね、日本人の方が自分たちよりが優秀だってことがわかるんですね。で、特にですね、ロシアに日露戦争で勝って、第一次世界大戦でドイツに勝ったわけですね、日本は。まあ、ちょっと知らない人多いんですけど、第一次世界大戦は日本とドイツ戦いましたから。で、ドイツも破っちゃうんですね。そうします、これは危ないってことになってですね、もう日本はアメリカに移民させるとアメリカ取られちゃうと思ってですね、日本の移民を全面的に禁止をいたしますし、またアメリカにいる日本人が、まあ、結婚することをほぼ許さないという、まあ、結婚することを許さないということは子供ができないので終わりになっちゃうんですけどね、まあ、そういう手段に出ます、まあ、さらにその後1919年ですね、パリ会議で、これは第一次世界大戦の後の講和会議なんですけども、これで日本がですね、諸国は平等であるという提案をするんですね。で、これ今ですね、その正しい歴史認識とか、なんか日本が謝るとか謝らないとか言ってますけども、白人が一番困るのが、不平、人種差別をなくすってことが一番困るんですね。人種差別があるから、アメリカがフィリピンを占領してても非難されない。日本がどこかを非難すると、占領すると非難するっていう図式が生じるんですね。つまり白人はどこを占領してもいいと、有色人種は下等な民族だからどこかを占領しちゃいけないと、謝れと、まあ、これをですね、崩されると困るので、これはアメリカが猛烈、まあ、その当時のウィルソン大統領ですけど、猛烈に抵抗して議決されたけども、条約の中に入らないということになったんですね。で、まあ、そういうことでアメリカが人種差別の国であったと、まあ、第二次世界大戦、この前日本が負けるまでは、
完全な人種差別の国だったということですね。これはですね、いい悪いを別にして、まず我々は認めなきゃいけないわけですね。いいのかって言ったら、我々有色人種ですから、もちろん悪いということになるわけですが、アメリカ人はどう考えているかというと、アメリカ人は俺たちが白人だから、いいと。こういう判断なんですね。私は実はアメリカにしばらく、まあ、いたというか、まあ、何回か行ったり、滞在したりしたことがあるんですが、ある時に学生って言っても大学院の学生とか助手とか、まあ、ある程度年の人2人と一緒に行った時ですね、やっぱ彼らにアメリカ人の差別というものを実際上体験させた方がいいんじゃないかと思いましてですね、あるホテルで実は白人しか通常行けないというレストランで、今でもあるんですよ、もちろん今でもあるんですが、日本人なら入れてくれるというところがあれば、ちょっと今日夕食食べに行きたいんだけどと、まあ、いうふうに言ったらですね、ホテルが交渉してくれて、まあ、だいぶアメリカも人種差別が緩くなってきたこともあるんでしょうね。そこ行ったんですよ。それはギリシャ風のね、白いこの何て言いますか、大理石の その柱が立ってて、出てきた、まあ、女性がですね、全部白い長いドレスを着た、まあ、1メートル70ぐらいの女性がずらーっと出てきましてね、レストランですからいかがわしいとこじゃないんですよ。そこでテーブルに案内してくれて、で周りは全部白人ですね。ジロ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 私の方たちの方を見るわけですよ。なんだこいつっていう感じなんですね。で僕が、小さい声で、いやこれよくわかると、まあこれよく今日入れてくれたけどと、まあいうことで、食事をしてですね、まだ熱よく残るアメリカ、それ地方でしたけど、地方の人種差別というもののまあごくわずかですけどね。だけど実感はやっぱりできますよ。日本にいたらああいう視線というのはないですからね。日本にいてレストランに行って、別視した視線というのはありませんからね。こいつら汚い奴らだなっていう目で見ますからね。ですからまあきちっとした態度で食事をし、きちっとしたマナーで、去るということがまあ非常に大切ですね。これは相手のマナーなんで、別に日本は日本のマナーでいいんですけど、まあ郷に行っては郷に従わないとですね、まあ、さらに誤解を増やします。ところで一つの問題はですね、日本人がアメリカを尊敬してるってことなんですよ。このアメリカを尊敬するってことはですね、単にマクドナルドを尊敬するとか、それからスマホを尊敬するとかいうことの茶髪ですね、尊敬するとかいう以外にアメリカの文化全体を尊敬しないとアメリカを尊敬できないわけですね。だから私はあんまりアメリカの話をしたりするのは好きじゃないんですけども、割合と好きな文化人がいるんですね。でアメリカの言ったことは正しいんだっていうふうにも思ってる人も結構多いんですね。まあ、例えば私がちょっとこの前本に書いたように、ハーバードのなんか白熱の講義とかあってですね、まあ僕があれを読みますともう欺瞞に満ちてるんですけども、結構感激してる日本人っているんですよね。だからなぜ日本人は、まあ別に自分たちが黄色人種でも何でもいいんですけども、日本はやっぱり人種差別っていうのはやっぱり悪いことと思ってるんじゃないかと思うんですよ。で例えば私ですね、つまり日本人が人種差別したりなんか差別をしますと非常にバッシングをする人が多いんですね。私に対して、つまり日本人に対してバッシングする人たちは不思議なことにですね、アメリカ人は許すんですよ。でなんでですかと聞いても答えませんけどね、私の感じでは、我々は召使いだと、アメリカ人は白人だから我々の主人なんだというふうにどうも思ってるような顔に書いてありますね。ですから、まあ、この正しい歴史認識するときですね、難しいのはですね、我々の心の中にあるアメリカ人尊敬の心なんですよ。アメリカ人がいくら日本人を虐殺してインディアン600万人殺してもですね、やっぱりアメリカは正しいんだという意識が何か我々の心の中にあるんですね。まあ、それはまあ私が言ってる NHK とか朝日新聞に非常に代表されるし、また NHK 朝日新聞がどうしてそういう論調を取るかって言ったら、やっぱり日本人の多くの人たちがアメリカを尊敬してるから、アメリカ人を尊敬してるからだと思うんですね。どうしてこれほどの残虐な民族、残虐なことをした人がですね、謝れと言わずに日本を非難できるのかということもまあ疑問ですね。それからそのアメリカが日本を非難するのはいいんですね。アメリカは自分たちが正しいと思ってるんですから。だけども日本人がアメリカがこれほど人種差別の国であるという歴史的な事実がいくらでもあるのに、
アメリカ人の側に立って日本人を非難するっていうケースが見られるんですね。そうしますと非常に論議が混乱するんですよ。やっぱり僕らはですね、誰でも人種差別しちゃいけないし、誰でも差別しちゃいけないし、誰でも虐殺しちゃいけない、誰でも他の国を占領しちゃいけないっていうふうにしないとですね、あの昔共産主義でそういう人いました、そういう人いましたね結構、ソビエトの原爆はいいもんだと、いい原爆だと、アメリカの原爆は悪い原爆だって言ってる人がいましたけど、まあ、そうするとですね、まあ、それも正しいのかもしれませんが、議論はかなり複雑になるんで、まず原爆は正しいんですかとかいう、そういうことを議論しないとですね、難しいと、まあ、そんな風に思います。